フェリックス・ジュニアス・スタニスラスは、イギリス・ロンドン出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。10歳で、地元のクラブチームであるウエストハムのアカデミーへと入団する。ウエストハムのトップチームには3年間在籍し、その間2008年末から2009年始めにかけて、試合経験を積むために6週間限定で、サウスエンド・ユナイテッドにレンタル移籍している。 サウスエンドユナイテッド在籍時には FA カップのルートンタウン戦にて2ゴールを挙げるなど活躍を見せウエストハム復帰後の2009年3月には FA プレミアリーグデビューを果たしている果敢なドリブル突破とそれを支える瞬速を見込まれ2009から2010シーズンでは主にカップ戦要因としてではあるがコンスタントに試合に出場し得点も挙げている2011年8月 バーンリー FC へ完全移籍。2014年6月 AFC ボーマスに完全移籍。国際戦の舞台では2007年に19歳以下のイングランド代表に選出されたのを皮切りに各年代の代表にコンスタントに招集されている。彼自身がセントルシア人とイギリス人とのハーフであることからセントルシア代表が彼のフル代表招集を格索したこともあったが スタニスラス自身は、イングランド代表の一員としてのプレーにこだわり、これを断っている。AFC ボーンマス。ありがとうございます。